日テレ24時間テレビの新展開、旧ジャニーズグループの代わりにナンバー、愛がメインパーソナリティに、日本テレビが恒例の夏のイベントである24時間テレビの放送を今年も決定しました。福田博之取締役専務執行役員は25日、放送の準備を着々と進めているとコメントしました。本テレビが夏の風物詩ともいえる24時間テレビの放送を今年も予定していることが明らかになりました。 このニュースは多くの視聴者にとって待ち望まれるものであり、福田博之取締役専務執行役員のコメントから、その準備が着々と進んでいることが伝わってきます。しかしながら、この決定にはいくつかの背景があります。例えば、過去に日本テレビが直面した問題やトラブルなどです。この中には、連続ドラマの実写化トラブルや、番組中に外交問題が発生したことなどが含まれます。さらには、 番組関連の寄付金着服事件などもありました。これらの出来事があったため、視聴者からは日本テレビの信頼に対する不安が高まっています。昨年の連続ドラマ、セクシー田中さんの実写化問題や、原作者の救世、さらには、世界の果てまで一滴るの放送中に起きた外交問題などです。そして、昨年11月には、日本海テレビの元幹部が番組関連の寄付金を着服していたことが判明しました。 これらの問題がある中で、日本テレビが24時間テレビの継続を決定したことは注目に値します。しかし、視聴者は今回のメインパーソナリティに誰が起用されるのかに興味を持っています。過去、日本テレビは旧ジャニーズグループをメインパーソナリティとして起用してきましたが、その選択が再び批判を招く可能性があります。そのため、注目されているのが、平野紫耀、岸優太、神宮寺優太が所属するナンバー、 愛です。30日に放送された日本テレビの新音楽番組、w ズミュージックでは、ナンバー・アイが民放初の歌唱を披露しました。これは注目すべき一歩であり、番組のファンたちはナンバー・アイを24時間テレビのメインパーソナリティとして期待する声を上げています。しかし、日本テレビが過去のトラブルを考慮し、新しい方向性を模索している可能性もあります。視聴者の期待に応えるために、 新たなアプローチを取ることが求められています。ナンバー、愛のファンたちは、彼らが新しい挑戦に取り組む姿に期待を寄せています。彼らはただ番組の一環として利用されるのではなく、クリエイティブな活動を通じて真の才能を示したいと考えています。彼らのファンは、彼らが自分たちの道を歩んでいくことを支持しています。24時間テレビのメインパーソナリティの選択は、単なるエンターテイメント以上の意味を持ちます。 これは視聴者との信頼関係を築く上で重要な決定です。日本テレビはこれまでの過ちから学び、新しい方向性を模索することで視聴者に感動を与える番組を提供していくことが求められています。24時間テレビのメインパーソナリティについても注目が集まっています。過去には旧ジャニーズグループが起用されることが多かったのですが、その選択が今回も続くのかについて疑問があります。 特に近年の不祥事や問題を考えると視聴者からの反発も予想されます。そこで注目されているのが平野紫耀、岸優太、神宮寺優太からなるナンバー、愛です。彼らは日本テレビの新音楽番組 WizMusic で民放初の歌唱を披露しました。この出演により彼らのファンたちは彼らが新たなステージに進んでいることを喜んでいます。一方で、 ファンの中には24時間テレビへの出演に懐疑的な声もあります。彼らは番組のために利用されることを望んでおらず、純粋に音楽活動に集中してほしいと考えています。このような状況の中、日本テレビがどのような法人で24時間テレビを進めていくのか、そしてメインパーソナリティに誰を起用するのかについて、今後の動向が注目されます。最後に、視聴者やファンの意見も重要です。 彼らの声をしっかりと受け止め、番組の方向性を考えていくことが求められます。果たして、日本テレビは新たな一歩を踏み出し、24時間テレビをより良いものにすることができるのでしょうか。それについて、私たちは期待と不安を抱きながら見守っていくことになります。